おっとやばみーよいしょガーブフリダイチオフェセボーお願いします。おはようございます。おお練習中ですか。おついに来ました。まさかの松田のマンツー対決だ。まずはキャディバッグ、キャディバッグね。みんなでマダムブルー買ってくれたやつが、はい、まあ、実はもう使っちゃってるんだけどみんな。ちょっと忙しかったね。そうですね、ちょっと忙しくて。これはね、俺勝負で勝ったら、前どうじゃん。俺が負けたら、自分で勝ってもらう。ああ、俺が負けたら。最初に最初に。ああ、なるほど、なるほど。面白い。面白い。今日はマジで俺もマサ君がいつも80代とか、昔結構やったんでしょ。大会とかも出てるらしい。すごいですね。今あまり。自己ベストが。自己ベストが77。すごい。77やばい。勝てますか。余裕余裕っすか。俺は今日のためにもう服も変えてね。超おしゃれだ。うん、かわいい。そのオレンジかわいいよ。これなんかもっとかわいい。かわいいけどお腹ヤバみーヤバみーヤバみー。ちょっと結構練習しようよ、はい、ゴルフがこの間不甲斐なかったもん。ライター行ったらあれどこ撮ったっけ。撮りましたよ。まだ上がってないです。まだ上がってないですけど、もうすぐ今編集中なんで。あれはもう僕もヤバかったんで、ちょっと今日は確かに全然ヤバかった。すごい。あ、杭ありますか。これ杭かな。大見かい。や、確かに。だけど俺もあれからもう練習行きまくっとるから。で、俺が今日勝ったらもう本当にグロス対決だね。そしたらもう正式にあの、まあ、バックは一応使ってくるけど、はい、まあ、楽しみです。もし俺が負けたらどうなの。もう回収して、松田さんが使うと、はい、まずあれいいのかな。とりあえずアシバハンのドバに飾っておきます。もったいねえ。とりあえず飾ってますよ。どう、いい感じです。おお、いい感じだ。いい勝負になりそうですね。お願いします。プレッシャーかけていくよ。俺は社長というのを最大限に使います。ここでね、今日ちょっと足場班が僕しかいないんで、すでにそれがプレッシャーなんです。もともとね、だってショーと3人で回れてるんだな。ミオと4人で行けたんだけど、そうですね、やっぱ仕事が忙しいもん、なかなか抜けない。まあ、震えて打てるのじゃない。よしよしよし。なんかフードをかぶってチャラい人なんですけど。チャラい人になってるんです。しかも片耳だけ出してチャラいんですけど、かっこよくねえし。かっこよくねえし、ダッセー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 。ちょっとなんか昔、なんか昔のチャラを演じてる人みたいなみたいなんですけど。おお、すごい。ど真ん中。どこへ落ちたかな。いや、バンカーの右側のとこに落ちましたね。お、すごい、めっちゃいいですね。スタート最強っす。社長言わしてりました。取りましょう。二人でチームになりましょう。チームで。お前チーム組むなよ。いや、もう今組みました。そう、まあ、それでもまあまあ分かるよ。社長に歯向かう。はい。下々だし。はい。だってもう一発目松田さん最強だったんで。全国のサラリーマン全員潰す。今一発目でビビらしたんで社長。やばい。よし、行こうか。はい。お願いします。お願いします。あ、もう左ですな。でも大丈夫ですね。何もないんだって。全然大丈夫だけど、ちょっと左ですね。メタル。ちょっと一発目松田さんにやられてません。松田君にやられた。ちょっと歩いていこうか。じゃあ松田君、カメラに変えたのは撮ってよ。はい。ここにも手は分かってきてるもんだよな。今日こけないでください。この前のあれ動画撮れたの。撮れてたよ。松田さんが真剣にやろうとしてる奥で彼はこけてた。バカおもろかった。大丈夫ですか。
おお、ちょっとでかいんじゃないですか。バンカーだ。いっちゃいっちゃい。あ、でかくない。本当ですね。だろう。バンカーですね。インドだ。ちょっとプレッシャーかけないとっていうので。おお、そうそう。力んじゃってる。松田さん、社長にプレッシャー当てれてますよ。ここで勝負決めちゃいます。はい。社長力んじゃってるんでプレッシャーかけないとで。僕がこれ乗ればもう社長崩れるんで。はい。やってみましょう。一発目で崩したのかな。おお、乗りました。最強です。まだわかんない。社長やられちゃってますよ。社長はどこにありますか。ヤバミじゃないですか。イエローボールヤバミ。オレンジだ。イエローボールヤバミ。ちょっとなんか意味わかるけど、まあいい。ヤバミは何でもいいから。ヤバいと思ったら使えばいいよ。お、でかいか。ちょっとでかいけど。ちょっと強すぎたけど、これ強すぎた。おしんすぎてヤバミー。おしんすぎてヤバミなんですけど、うっちゃうっちゃって喜んでます。めちゃくちゃうっとうしいじゃないですか。うっとうしい、うっとうしい。松田さんから最悪です。本当なかったですね。最悪ですね。温泉卵の匂いがやばい。しかもね、待って、温泉卵って何？ゆで卵とかじゃなくて温泉卵って何？卵かな。あ、ちょっと弱いぞ。あ、ただ水曜日だろ。そっから入れちゃうよって。入れちゃったらヤバミっすよ。入れちゃったらヤバミでございます。ヤバミですね。そんな急に寝転がるなんて思わんかった。弱いな。弱かったっすね。おお、家だ。わあ、すごーい。うーしゃー。おー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 、やるな。やられてます。すごい。イエーイイエーイ。さっきまでいいよとか言ってたくせに。社員が攻めてくるヤバミ。全然ヤバさ感じ。全然ヤバさ感じない。俺に向かってくるザコと思って負けてますから、まだ負けてるやべえ。あ、本気だ。そうか。じゃあうまい、ナイス。うわー。見た今。見ました。一筋プレッシャー感じてます、社長さん。よし、勝ちました。プレッシャー与えてます、ね、与えてます。いい感じですよ。社長、ヤバミっす。うわー、すごいな、この間と。でもちょっと右行っちゃってる。いいじゃん、ちょっと右行っちゃってません。あ、でも、いいですね。いいです、行けてます。いいです、いいです。そうですね、全然大丈夫です。行けてます。ちょっと待って、これ全然もう激変しとるやん。この前のはね、ちょっと緊張してたんで。ライバー次も曲がっちゃったら本当にヤバみー。全然ヤバさ感じないんですけど。次も曲がったらヤバみなんですけど。はい。はい、お願いします。お願いします。おー、銀ドルまた降ったらもう、くそ。銀ドルだ。ちょっと近いですね。入っとんな。ちょっと今満振りでしたね。はい、ね、いいのね。逆にプレッシャー感じてません？満振りじゃないよ。満振りじゃない。おっと、あかんあかん。
リラックスやばみー大丈夫そうだ、テンションなのに。おお、なんか今日いいよ、めちゃくちゃ。いや、乗ったよ。いや、でもいいですね。手前ちょい、ちょっとのギリ乗ってないみたいな感じですね。ちょっと弱めに打ったやつ。でも最高です。水が吹いとるもんで、その伸びるんだよな。ちょっと松田やばいな、すげえな。やばいな松田ックス。こういうところで実力が出るね。そうですね、ここでベタって寄せれば、うん、全然先に逆転あるんで。そうですね、はい、うまい。おぉ、ナイス。これ最高じゃん。最高、いいじゃないですか。やばすぎてやば見せないから。逆やばみ、いい感じですね。楽しくなってきました。何年やっとる？10年。ハンキャップくれたんだろ。言い訳ですか？言い訳じゃない。今日勝ち。人生言い訳したことない。本気で言ってるからな。どんな？これもまだビジネスに交渉。松田君ってあの、トビの会社作りたくて2年ぐらい来たんだよね。もともとトビの、はい、あの営業みたいなやつだな。みたいな、はい。現場を覚えたいって言って。そうです、ね。いくつだ？37です。一人だな。だから俺はこういうのも教えとる。あ、そうやって。いいっていうか、こうやって相手にプレッシャーかけてからぞ。なるほど。本当そういうの勉強させてもらって。負けたら負けだからビジネス。飲み込まれて苦労するな、社員。あー、でかかったですね。うまくいかない。すいません。大丈夫です。まだまだ大丈夫です。社長も何かやらかす可能性あるんで。はい。お願いします。僕と同じよ。最初良くても最後悪かったらね、請求書を起こすとお金が入ってくるまでが仕事だから。現場だけじゃないか。こちらから取ります。はい。お願いしますよ、社長さん。ここで入れたらパーですからね。はい、いいか。いや、いい感じですよ。うわー、ちょっと惜しい。まあでも悪くはないですね。ちょっと残っとるんか、やばいか。ちょっと待とうか、次行くわ。松田さんです。松田マジック。そこはもう無理して狙わないで、うん、寄せる感じ。寄せて、はい、ボギー狙いってことね。狙うとやばいからね、はい、下りだしね。これ難しいよ、下っとるから球がめちゃくちゃ転がる。確かに。おっと、おっと、おっと、わー、すごい。すごい。バーです。最高です。おーおー、やったー。やったー。やったー。めっちゃ次だろ、お前。イエーイ。俺もテイク3取らしてよ。テイク2取らしてよ。一発しか取ってよ。テイク2取らしてよ。いやー、嬉しい。気持ちいい。あ、でもプレッシャーかかったんだ。これ入れて3打差だもんな。楽しんで。弱っ。じゃあやば、こんなんが入らんもんね、プレッシャーでね。いいプレッシャーかけれてます、松田さん。先手打ちましたね。最強です。だいぶ先手打ちましたね。はい、これで社長が崩れてきてくれれば、ね、もっと最高なんですけど、ね、まだ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 2ホールなんで。そうだな、はい、何があるか分かんないですからね。まだ4打差なんで、はい、僕が9点とか打てば全然縮まるんで。確かに。ナイス。すごい調子いいな。調子やばみ。うわぁ、ちょっと弱いな。でもいいですね。あかぁ。お、弱いんじゃん。あ、でもいいけど。あ、ちょっと手前ですね、グリーン。なんか体がもうバラバラだね。まあね、いい戦いしてますね。いい戦いしてね。いい戦いしてねえでしょ。やばいでしょ。もうだからピンチだよ、俺。あそこ。ピンチ。まあ、まさかの。そっちのとこだから、まあ、いいですよね。まあ、下からでね。はい。アプローチが。ああ。それ下手したら、寄りゃ、パーがある場所だよね。僕は結構スリーパットでやっちゃう
ぐらいの。せんねえじゃん。いや、ラーさんはもう遠慮気味で喋んねえよ、てめえ。てめえだ。てめえは。ゴルフ場、ま、ゴルフ場には似合わない、てめえだ、この間。ちょっとゴルフ場には。似合わないですね。てめえを狙う。真摯なスポーツなんだから。確実に乗って。まあ、一定の森じゃないから。いや、奥だと偉いんだよね。そうですね。奥だと。転が、転がりが早いじゃん。止まんねえからな。止まんないんですけど、この車も。止まりません。おぉ、スピンかかっちゃった。まあ、寄せにしてはいい感じです。おぉ、マジなんか調子よくね。良さげっすね。強すぎ、ちょっと強かったですね。惜しい。さっきも、まあ、これ OK、まあ、一応カメラ回ったら OK なしでいこうか。一応入れボギー。はい、ボギー、まあ、しょうがない、しょうがないね。大丈夫ですよ。しょうがない、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 はい、松田さんも。こういう感じ、ちょいちょいイラつくな。気のせいか。狙いすぎると外しちゃう。狙いすぎると、で、下りだでね。おー、すごい。またパーです。また1打差、5打差。しゃあ乾杯か。乾杯か。ナイスです、ありがとうございます。じゃあ、現地集合でお願いします。最初の3ホールで5打差。俺、でもあと残り6ホールで返したらめちゃくちゃすごいですよ。まあ、ポジティブに感じたな。今視聴者もキャディバッグが僕とショークに近づいてる。そうです。そうです。マジで？ショーさんにプレゼント。そうか、そうか。ケンちゃんのあのお風呂みたいな感じ。そう、でも中身ないんで、中身はケンさんの使うらしいです。マジか。あんな高いやつ。あいつさん、調子乗ってんねん、あいつ。ちょっと勝たなかったな。頑張ってください。バックのためにも俺は勝負するしかないな。そうですね。ガショークのためにちょっと肩だな、足は今日代表してきたね。今日代表してきたと楽しみ。隣の方に打球が飛んだ場合はファーッと何をお願いしますって書いてある。書いてある、隣の方に打球が飛んだ場合はファーッと何をお願いいたします。それさ、ショートさんが手を取りたい。お願い、お願い、お願い。ファーッと、ファーッと、ファーッと、ファーッと。おお、いいでしょ。OKOKOK、十分。あ、いい感じですね。うん、いいでしょ。最高でしょ。もう仕立てとるね、あれね。すごいです。松田さん最強です、本当に。松田ックスやばいな。松田ックスさん最高っす。渡辺先生の面じゃねえか。渡辺先生、カメラ入っちゃうと。カメラ入っちゃう。カメラ入っちゃう。あ、じゃあ先生、先生。先生、すごいです。もう YouTube でやったらやばいっすね。いい。いい。社長さん。いい。何も言えなくなったやばさけど。松田さんに最強のプレッシャーかけられてますね。そうです。ヤバミ。ハースは言えなかった。いいやつだったら言えたんですけどね。あーでも当たってないね。球、まあ、が上に上がらんもんね。転がっちゃった、まあ、3打目だ。いい、冷静冷静。はい、心穏やかに。仰げば尊し。本当にそうなんでしたっけ。わかりません。あなたメロディーですね。いや、楽しいですね。楽しいけど、松田君がうますぎるわ。そうですね、今日は。ちょっと肩がちょっと心しかこんなんだもんな。ちょっといける方もういちょっとこの感じでね、ゴールってこういうもんだから。なんか立場逆転してません。よろしくお願いします。おもろい。
池気をつけてくださいよ、松田さん。お、すいません。お、でも全然池はもう防げたんで、大丈夫です大丈夫です。まだ2打目ですもんね、だって今の。奥も、あの、結局池だもんね。奥も転がっていくと危ないんで。危ない、トップしたりしたら。そうそう、強く打てないですよね。社長、池気をつけてくださいよ。社長の場合、こけちゃうんで。しました。あはははは。本当おもろい。はい、お願いします。はい、おっと。入っちゃいません。あ、止まりました。ギリ止まったっすけど。おお、うまい。これはうまいぞ。すごい。ナイスコーチ。最強っす。でも、あれでもしょうがないですね、奥が飛べないんで。もう池があるし、プレッシャーかかるし。確かに。ちょうどピンクが、もうグリーンの色が変わってるのかな、うん、確かに、ここ、こうやって見ても下がってますもん。勾配がちょっとあるから。そうですね。あ、うまい。お、直角だる、うまい、入った。よっしゃ、おー、来ました。うん、ナイス。ボギーだけどな、あ、これパーパットか。いや、でもこれ外したら、ボギーなの。あ、パーじゃない。いや、4音4打目で入れて、5で入れてほしい。プレッシャーがあったね。このプレッシャーがあったね。いいプレッシャーかけましたね。このプレッシャーかかった。松田さん、こっちからでいいですか。どこでも、どこでも。あー、強いな。あの野郎、これだって入れてきてくれよ、今日。すごいですよ。あー、ちょっと考えついて、考えついて。ちょっと、松田さんがついに、ちょっと、ちょっとこう、はい、こうやろうとしたでしょ。ちょっと今、もしかしたら俺に手抜いた。いやわざと外してたのかな。わざと。いや、今プレッシャーですね。もう完全に。危ねー。でも、だっていいです。ナイスです。俺は楽しくない。いや、でもだんだん楽しくなってきてるじゃないですか。何ですか。何ですか。やばい顔してます。おー、すごい草かなって。怖いって、ここ。じゃあ俺何もやってる。落ちるやん、こんなん。ベルトもない。落ちない。危ないって。作った人誰。うまいな、マスター君な。うまい、すごいっす。全然違う。仕上げこうだな。おお。曲がったけど、全然。あかんな。でもなんとか残ったけど、なんかドライバーおかしいな、今日。あ、でもフェアウェイの方に戻ってきたね。戻ってきたっすね。戻ってきたね。下がってった、しかも。わー、これ右すぎるわ。ちょっと右すぎちゃったっすかね。あ、でも大丈夫っすね。いけてますか、まだセーフかな。やばいな。やばいです、松田さん。おお、すごい。めっちゃいい。あらあら、届くぞ。完璧だ、やばい。いいぞ。いい感じです。こっから俺の伝説が始まる。おっと。今のはヤバミスで。
違うスポーツになってないですか、なんかそれ違うスポーツじゃないですか、なんかそれなんかスポーツフェンシングなんか今のは動か、動かまさか今のはヤバミっすね。おっと松田さん、やばいよ、ちょっとやばいな、パンク入ったぞ、すぐやばい、一つだけ、はい、会社の経営相手が呼ばれたらどこどうする、怖いぞ、どこどうするって言ってますよ、私はやばい、お、これはやばいわ、ちょっと越しちゃいましたね、やばいところじゃないですか、松田さん、こっちから撮りますね、あ、でもで次で何打目ですか、次5打目です、はい、じゃあ3で入って4で次5打目です、あ、でもそこにいますね、だから寄せてワンパットでボギーで、そうです、お、すごいですね、これは本当にやばい、やばいじゃないですか、埋まっとるもんね、確かに、むずそう、これ何打目ですか、これ4打目、お、止まってよ、止まらんか、もうこれ下りでしょうがないね、いい風に打ったけどね、まあ、すごい奥につけた方が悪い、これで4オンだね、2パットでボギー、松田君に1打ぐらい近づけれるか、ここはな、最高の場所だったのにな、まあ、ここは難しいですよね、これ入れりゃめちゃくちゃかっこいいな、はい、ただやばい、自衛隊おるんですけど、惜しい、これ入っとったら面白かったぞ、ちょもろかったですけどね、入ってたことは面白くない、ダメです、おー、あ、ボギーですか、これボギー、はい、あ、そう、ボギーボギー、もう入れたらボギー、これ入れボギー、入れボギーです、そうかそうか、案外差ついてない、あ、入れてきたな、うわー、惜しい、はい、ちょっと強かったね、ちょっとやばいですね、やばいっす、4打差です、やばいっす、松田さん取り戻してください、ちょっと、まあ、俺はここはちょっと取りに行くわ、はい、ベラビンバシバシに寄せて、次は社長さんからですか、やっと俺が初めて、確かに1打差つけたかな、はい、やっと1打、ここで社長が僕よりいいスコアで上がったらもう流れが完全に変わるよ、変わっちゃいますよ、松田さんお願いしますよ、やばいですね、今までの力では俺にはまだ到底金持ち、お願いします、松田さん、ウッセボーウッセボーウッセボー、めちゃくちゃとしいっす、ウッセボー顔ウッセボー顔もです、わー、ナイスショー、めちゃくちゃいいですね、来た、うわちょっとだいぶ手前だよ、でも全然すごいですね、あ、しかも、あ、戻ってきてる、あ、戻ってきちゃってる、よしよしよし、誰誰誰誰誰誰誰、やられてますよ、やられてますよやられてますよお願いします、松田さん、まさけん、はい、息あるよ、また
そこが何でもいい。でもダメだ、ちょっと手前だね。あ、でも、まあ、でも大きいわ。いいや、いい距離。いいです、いいです、悪くないです。ちょっと、まあ、いや、考え出したな。俺はこの辺の位置で、ここを転がってきた。だいぶ転がってますね。わぁ、こっちから見てください。だってなんか山ありますもんね。これはもう、形越えないと。確かに。また戻ってくるんで、強めで行くっすかね。おお、おお、めちゃくちゃいいですね。最高です。パーありえますよ。パーあるね。お、やばい、やばいぞ。止まって、あー、うわぁ、おい、終わったぁ、終わったぁ。ちょっと登っとったらね、もう行っちゃったっすね。ね、あとちょっとでしたね。いい距離だったよ、はい、いいとこ行くかなと思ったら、ちょっと足らんかったっすね。まあ、でもまあいいよ、逆にまっすぐになってきた。はい、やりやすくなったっすから。この位置でかいな。まさか。危ない、危ない、あと3センチぐらい出ないと。はい、じゃあ切った、うん、しょうがないね。惜しいですね。あー、ダボうわー、これ厳しい。お疲れ様でした。でも上からなんで外してや。これ転がって可能性あるんで、みんなそっち考えてたら、まず入れた。ナイスです。パーです。最高です。松田さん、ナイスです。社長見てください、社長。イエーイ、楽しそうにしそうな、嬉しい。あー、もう皆さんか。え、松田さんが取り戻してきてくれた。ちょっと調子よく見やろ。取り戻してくれました。ちょっと、あの、この間お前、おかしいやろ、松田。すいません、お前。あれはカメラの影響です。お前のおかしいだろ。逆にちょっと、まあ、当たり悪かったです。でも止まったっすよ。でもいいっす、池には入ってないです、セーフですね。あの方向で当たってたらもう池ですよね。確かに、めっちゃ池ですよ。全然池てます。あー、ちょっとやばい。右、ちょっと力入っちゃってましたね。社長さん、社長さんがやっぱ自己ラインを見たらあかんかな、松田君みたいな。それ考えてるな。ミスしてもこれは絶対出したらあかんっていう、はい、スイング、まあ、各ホール違うんだ、それは、はい、そういうの意識しとる、ね、僕もミスしても、例えば絶対ここのホールフックしたらあかんなとか、ね、スライスしたらあかんなとか考えてるけど、右と左両方ダメじゃないですか、うん、右 OB 左で、うん、だからもうほとんど力抜いて飛ばなくていいやっていう。ああ、やってるよ、マネジメントしてんだ、はい、力入ったら絶対どっちかに曲がる。あ、バンカーにいますよ。せーエマエマエマゴール第一。今日なんか機嫌良さげ。ゲームオーバー。
一応最後まで視聴者を喜ばしたいなと思ったの。確かに。じゃあ今のダンス、まあ、もう一回。負けるの分かってますよ。いや、分かんないですよ。まだ分からん、まだ6だから。すいません、もう一回今のダンスお願いします。3、2、1、はい。エマ、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 大事。エマ、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 大事。最高。これ私のインスタよ。おお、いけ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 何なんですかそれ。めちゃくちゃ気分良さそうなんですけど。そうですね、今日なんか頭も冴えてますね。でも息に落ちなかったら最強ですね。やばい、松田さん帽子飛ばし。あ、大丈夫。松田さん帽子飛ばし。あ、大丈夫。見えた、落ちとこ見えた。帽子取れちゃったから。もうなんかネタにしとるよ、二人とも。走ってたよ、今、走ってたよ。もうちょっとしたら、なんか俺の精神。危なかったっす。セーフです。ほんと、ちょっとこの辺ぐらいまで多分やばい。危ない。これぐちぐちだったら止まったよ。ぐちぐちだったら止まったよ。ほんとはぐちぐちだから入ってた。本当にぐちぐちだと思ったよ。もうやめて。今日もない。これぐちぐちだと思ったよって。もう本当に入っちゃってるよって。そうでしょ。そうですね。昨日雨降ってたから、ね、雨昨日降ってないんですけど。嘘だか。うわー、危ないっす。危ない。これ松田君がまさかの最近この人通りになっとったぞ。違う意味でね。いけない、いけない、危ない。マサキ君、フルショットしたら地面滑るで危ないぞ。おっと、あー入っちゃったっす。まだまだセーフですね。パワーありえますよ。お願いしますよ。社長さんもこけないでくださいよ。おわ、ごめん。山の上だから雨が降っても水がちょっと流れてくるんですよ。玉がピシッと飛んでます。うまい。これもいいな。めっちゃいいとこ。わあ、すごい。止まって止まって。ナイス。見た？すごい。見た？お前、まさか見とった？見とったって。ちゃんと見たかって。今何ホール目でした？何打目でした？6ホール目、6ホール目。じゃあ何打目でした？これまだ、これで1、2、3、4だね。あれ言うたらバーディー。うわー。ダメだ。もうやめてほしい。今日そのテンションの感じいいかもしれない。不思議ね。マジだっすよ。ちょっと興味あるけどね。いいんだよ、いいんだよ。松田さんいました。もう俺のやつは気にしないでいいから。あなたのミスが。足跡がこれ綺麗にしてってないんだわ。最悪っすね。おお、すごい。でもいいですね。うまいな。あ、これだってもうワンチパーですよ。松田ちゃんも綺麗
はい、本当はねこうやってやっていただかないといけないんですけど、手が重いのあの怖いことだじゃん、あのところに引っかかっちゃったじゃん玉が。松田さんもでもワンチパーありえますよ。これ最悪パーよ。はい。ボーボキだよね。ボーが入れたボキだよね。まあワンチ外すかもしれないですけど。もう最悪スリーパットやるかな。いやでも今から4打目ですもんね。俺4打目だよね。松田が5打目。松田さんからですねでも。おいしい。おお、美味しい。全然違った。だいぶこうなるね。あ、おし。マジか。もったいな。ボギー。もったいない。もったいない。すっごくもったいない。もったいない。こういうのがある。これもったいないな。松田さんお願いしますね。はい、行きますね。ナイスです。肩が入っとる。何が悪い？これ2回ぐらいミスとる。まあもったいないですね。2回こう来る。おお。ちょっと右だよ。ちょっと右行っちゃってますね。手前です。ギリ乗らなかったですね。惜しかったです。すごいとこにありますね。すごいとこにあります。これちょっと難しいわね。ボクチンやばい。ピンチだけどこれ見せたらマジか。確かに。はい。はい、きちゃえと。あ、全然ダメ。やりすぎた。そう、でかい。危ない。引いてきやがったね。ボクシン。ボクシンダメダメチンボクシンダメチン。何すダメチンチ。ボクシンダメチンチそのダメ強くないよ。だってまだお二人とも今から3打目ですもんね。お、いいちゃう？おお、いいちゃう？惜しい。完璧なプレー。サワーっとだけ嬉しい。これ。え、嬉しい。サワーっとだけ嬉しいよ。嬉しいねこれは。サワーっとだけ嬉しいよ。惜しいね。遅い。遅い。遅い。おさる。おさる。じゃあ入れてくれ。お先です。はい。これさっきから2回がある。危ない。これ何ですか。これでパーじゃない？ね、お上手。初パー。初パー、人生初パー。人生ではないでしょ。おー。ああ。なあ、球がもう球がもううんこみたいな。あ、危ねえ。すぐ確かに。なんか聞こえましたよ。ちょうど打つ瞬間ぐらいで。打つ瞬間。松田さんがパーパーです。パーパー。パーです。おお。でも悪くないですね。最後いいですね。はい、まあ、6点差で勝ち目はないけど、はい、最後だけでも勝てるように。はい、はい、おー、やめだよ、松田君。もう
セーフですね。何て言ったの？ついに怒った最後の最後で。なんだろうな、今日本当悪いね。寒くなかった。目が寒しいか。おお。ちょっと短いちゃう。あ、ちょっと足りなかったですか。メンタルやばいです。おーい。おー。ああ、無理だけどね。悔しいわ。悔しいんだわ。悔しいね。悔しいね。じゃあ私たち優雅に食べていいですか。俺飲むわ。いっぱい食べとこう。奪いない自分。そういうところがストイックって言われるんですよ。すごいナイスです。パーありえますね。すごい。まだ動いてる。パーです。最高です。ありがとうございました。見えてきた。多分言ってるだけだ。多分言ってるだけだな。社長見えますか。見ようと思ってなかったけど、 目を変えたら見えてきた。あー、ちょっと弱かったっすね。見えてきたんだけど近い。すごい。ゾウ君勝ちました。持って帰ります。私たちの協力プレイ。ミオまで入れたい。ありがとうございました。今日の動画持つな。いやいやいや、使わせないです。これ面白かったかな。でもさ、5ホールぐらいまではテンションが高かったかな。ねえ、6ホール目ぐらいからちょっとテンションちょいちょい下がってたから。7ホール目だよまた。あ、でもいやいけた。8ホール目のあれでちょっと来ちゃったね。バーディーとかがおかしかったな。途中からヤバミがもう出なくなった。ヤバミが多分忘れてるっす。ありがとうございました。なんで結局40と48です。ありがとうございます。ありがとうございました。翔さん持って帰ります。翔さん持って帰ります。じゃあ俺どうするの。バッグもう手で持っててください。これからバッグなし。後半出して。どうするんだろう。ゴールできないじゃん。バッグなし。バッグなし。めっちゃ打てる。とりあえず14本ぐらい。そうです、はい、でお背中背負って、はい、紐が縛ってもしかしてリュックサックを買いましょうか。悔しいな。でもうまいわ。でもなすごかったっすね。まあ、まあ、本当にさ、視聴者皆さん、まあ、でもゴルフね、こんだけやっぱ10年やってうまい。はいね、これ面白いね。面白いです。仕事もつながるよね。つながります。最初は俺もなんか仕事でやるって言われた時にちょっとやらしめた時やめた経験もあるんだけど、これぐらいまで回ってくると面白いよね。そうですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。すごいです。はい、じゃあ、はいはい、じゃあまたこれちょっと本当に面白いゴルフ動画撮っていきたいと思いますんで、はい、ぜひチャンネル登録といいね。で今度はちょっと俺も本当に真っ先に勝つまで応援してください。はい、また来てねー。